両選手リングに入場です。最初に青コーナーよりチャレンジャー岡本大輝選手入場です。日本バンタム級タイトルマッチ、チャンピオン西岡俊明にチャレンジャー日本バンタム級1位岡本大輝が挑みます。ここまで13勝 11KO、 KO 率はなんと 84% に上ります。日本バンタム級1位岡本大輝32歳、石の拳で日本バンタム級のベルトをつかみにやってまいりました。対します赤コーナーより日本バンタム級チャンピオン西岡俊明選手入場です。あなたはボクサーと聞くと誰を思い浮かべますか？ボクサーといえばイコール西岡俊明と万人が答えるようにしたいと23歳の西岡は言います。去年12月の王座決定戦で渡辺純一を2ラウンド KO で下し日本バンタム級の王座を獲得、4月には中里茂を8ラウンド TKO、さらに8月にはタイのバンタム級チャンピオン千綿を4ラウンド TKO。日本はもとよりアジアに敵なしと思われたんですが、その西岡のもとに岡本からの挑戦状が舞い込みました。ボクシングファンの間では高橋尚人とマーク堀越戦以来の好カードと言われています。西岡対岡本、岡本君、何回で倒れたいと刺激的な発言をする西岡に対して、ボクシングはやってみないと何が起こるかわからない、33歳までアルバイトとボクシングで暮らしてきてやっと迎えることができたチャンス、頑張ってみますと静かに話す岡本。ミレニアムの扉が開きました。第58代日本バンタム級チャンピオン西岡俊明登場であります。狙うは WBA か WBC か。小学校5年生から始めたボクシング、足掛け13年の夢に向かって西岡が進んでいるようであります。現在引き分けと反則勝ちを挟んで12連勝中、さらに8連続 KO 中。プロ21戦、俺の力はこんなもんじゃない、世界を取った試合がベストバウト、まだベストバウトはないと西岡は言い切ります。まるで西岡の拳がうなりを上げたようにバーン、大きな破裂音がしました。日本バンタム級タイトルマッチ、西岡俊明対岡本大輝、チャンピオン西岡、世界前哨戦であります。屋根トレーナーから水をもらって口に含みました。いつものセレモニー、赤のコーナー下、大きく息をしました。高砂市総合体育館のリングの下、まさにこのステップが世界につながります。日本バンタム級チャンピオン西岡俊明登場です。日本バンタム級タイトルマッチ、チャンピオン西岡の2度目の防衛戦です。バンタム級のタイトルマッチ準備戦を行います。赤コーナー日本バンタム級チャンピオン117番の2分の1 JM 加古川所属西岡俊明。もう世界しか見えません、チャンピオン西岡俊明。岡本大輝、遅咲きの大輝
泰治。日本バンタム級のタイトルマッチであります。ジャッジは松本さん、宮崎さん、安田さん、そしてレフリーは上中一郎さんです。放送席解説は六車卓也さんです。六車さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。六車さん、はい、このチャンピオン西岡の表情ですね、はい、どんな風にご覧になりますか。気合が張っていい顔してますね、はい、とにかく今日が非常に大切な試合です。そうですね、今日はものすごく大切な試合ですね、一気に弾みをつけて世界へという試合であります。この試合で勝てばもう誰が何と言おうと問題なくチャレンジャーとして、はい、挑戦できると思いますね、はいはい。日本バンタム級のタイトルマッチ、今ゴングが鳴りました。両者とも黒のトランクスです。サウスポースタイル、画面右側が日本バンタム級のチャンピオン JM 加古川の西岡俊明であります。右の速いジャブです。距離を詰めようかという岡本。オーソドックスタイル、画面右側が特本新党岡本泰治、チャレンジャーです。おっと右です、右、岡本の右です。石の拳があります。ここまで KO 率は 84%。 岡本泰治、岡本はプロ17戦目、32歳で初めて掴んだチャンス、健康一滴、大一番で す, です、ね、ラストチャンスと六車さん言っても過言ではないでしょうかね。そうですね、年齢的なもんもあるんですけど、はい、上ついた ところがなくですね、真剣にいい感じの挑戦者ですね、とにかく試合前の取材に対しましても非常に物静かに、そうですか、受け答えをします。何かそれが不気味な感じさえしました。しますね、はい、試合始まって不気味な挑戦者ですね、一方先ほど六車さんからもお話がありましたが、チャンピオン西岡にとっては来年の世界戦に向けてすっきりと勝たなくてはいけない試合です。そうですね、左です、左のアッパー、左のアッパー西岡、左、右です。とにかく岡本の KO 率が 84%、 13勝 11KO。 おっと右です、岡本の大きな右。西岡は18勝 11KO、 KO 率は 61% なんですが、ここ数試合の KO 劇には凄みすら感じられます。右の速いパンチです。一時も目もう離せないですね。そうですね、スピード対パンチです、西岡のスピード、はい、そして岡本のパンチ力、右空振り、左です、返しです。岡本君の右も当たりましたですかね、右です、この大きなパンチ、日本バンタム級チャンピオン西岡の世界前哨戦、左の擦るようなパンチでした、左です、右から入ってきます。ジェス・マーカ戦でもこの岡本そうでした、右のショート、うまい具合に日本人キラーのマーカに当てていました。岡本です、なかなか入り込める、西岡君は入り込めるチャンスがないみたいですね。そうですね、両者とも距離の取り合いです。ここで第1ラウンドがありました。日本バンタム級のタイトルマッチです。一発で相手を仕留めるパンチを両者ともに持っています。六車さん、この第1ラウンドどう見たらいいんでしょうか。はい、ものすごく緊張感のある張り詰めた1ラウンドでしたですね、少しも目の離すことのできないいい試合ですね、はい、まだまだどちらも自分のリズムというか間合いのまだ取れてない手探りの状態だと思いますね。でもやっぱり西岡君は相手がパンチがあるので、やっぱりその部分警戒しながら出ていってると思います。はい、ワンツーを打ってきました。第2ラウンドです。西岡、大体1ラウンドのジャブの交換で相手のパンチ力というのは大体分かりますからね、はい、この辺でガードを固めていかないといけないのかというのもまたこれ自分で判断していくと思いますね、はい、第1ラウンドはこの岡本の右を西岡何発かもらいましたね。もらいましたですね、かぶすような形で、はい、下向き加減で頭を打つと顔面を打つというようなパンチ一発もらいましたですからね、はい、画面右側がチャンピオンの西岡俊明、世界に向けての大事な大事な試合です。
とにかく、はい、なかなかあの岡本君は考えたボクシングをしてますね。なかなかこの、あの細かい動きであの相手のパンチを外しているように思います。はい、そしてこの両者身長差が6センチあるんですが、ムグナマさん、その身長差はどうですか、ここまで。あのまだその辺は行かせてないというような感じですね。あのまだ距離取れてないんで、はい、あの刺してそのしあのリーチの差というのは問題今のところないみたいですね。ちょっとここまでこの第2ラウンドですね、自分にじれたんでしょうか、西岡がちょっとトリッキーな相手を威嚇するような動きを見せました。じりじりと詰めてますね。はい、ストッピング。両者はとにかく対照的です。デビュー前から非常に評判の高かった西岡、デビュー2戦目で負けを味わいました。全日本新人王でも西軍代表決定戦で敗れています。その後強豪を撃破、現在は世界に最も近いボクサーと言われています。年齢も23歳。画面左側、チャンピオンの西岡俊明です。左です、西岡です。一方岡本はスーパーフライ級で全日本新人王に輝き、デビューから12連勝、華やかな舞台とは無縁でした。年齢も32歳。右です、大きなパンチ。非常に対照的な両者なんですが、一発で相手を沈めるパンチ、これを持ち合わせています。左です、西岡。一番怖いですね、あのボクサーとしては一番やりにくいのがパンチある選手ですから、あのうかつにもらうことできませんから、やっぱりあのパンチャーというのはやりにくいですね。この1メートルぐらいの両者の距離の中にこうバチバチと火花が飛び散っている、そんな展開ですね。そうですね、あのどちらも当たれば倒れるというようなパンチ持ってますから、はい、再三ムグルマさんが緊張感があるというこの第1ラウンド、そして第2ラウンドであります。右から左、左のアッパーです。西岡はこの試合左のアッパーを多く使ってきます。あの有効じゃないですかね。岡本君はどちらかというとパンチを出すとき頭を下げてますので、はい、あのアッパーが有効的に使うのかもしれません、ね、今度は左のボディでした。そして左の打ち下ろし、ここで第2ラウンド終わっています。すぐお隣、西岡の出身地加古川のすぐお隣で行われています日本バンタム級のタイトルマッチ、今日も退去して西岡の応援団がやってまいりました。高砂市総合体育館であります。この表情からはどうでしょうか、そろそろエンジンをかけていこうか、そんな表情にも見て取れます。西岡俊明です。今日が2度目の防衛戦、第3ラウンドです。距離の取り合い、左をスッと岡本が伸ばしました。西岡は右をつきます、右をつきます、左です、左のアッパー。勝負して、はい、リズム。サンダードの初めから自分の西岡君のこの本来のリズムのようなあのボクシングスタイルになってきましたですね。はい、やっぱり体を動かして動かして、あの相手を外していくと、あのいいリズムになってきたんじゃないですかね。そして左を出すと、そうですね、まず左、そうですね、はい、今の先左ですね、はい、あ、すいません、右ですね、右ですね、はい、さあリズムだから、はい、第3ラウンドに入っています。日本バンタム級のタイトルマッチ、右がさっと伸びます、西岡です。右から左、岡本も、ちょっと岡本はムグルムさん、右の振りが大きいですか。あ、そうですね、やっぱりあの、サウスポーなんで右が当たりやすい角度にやったらどうしても振り回してしまうんですけどね、福井工業大学ではキックボクシングで鳴らしました岡本であります。ボクシングを始めたのは27歳、デビューから引き分け一つを挟み12連勝、平成8年にはスーパーフライ級の全日本新人王を獲得。遅咲きと言われることに対しては、人にはそれぞれ分がある、自分には今それが回ってきただけと静かに言います。大丈夫にしようか、距離を詰めます。ロープを背にしているのが西岡です。左です、
左が伸びました。世界を狙う西岡、JM クコ川の実山会長は勝つのは当たり前だと、内容が問われると話しています。右です。あの日本人キラーのマーカーを苦しめました。右です。岡本、距離の取り合い、体をそっと沈めます。岡本右です、右です。岡本の右も伸びます。どうしてもやっぱりあの西岡君の方がパンチが速いですから、あの岡本君一発に頼ってしまう、どうしても右を振り回してしまうという形に、はい、しかしあまり不用意ですといけませんね、西岡もね。第3ラウンドが終わっています。静かな立ち上がりです。序盤戦、序盤5回終わりました。ムグルマさん、はい、ここまでの試合をどうご覧になりますか。前半のから後ですね、はい、我々の西岡君のリズムになってきて、あのリーチさだいぶ距離が離れてきてますんで、相手はやっぱり飛び込んで打ってこないといけないというような状態なんで、このままのリズムであとパンチを正確に当てていく、また打った後ガードを固めるというのが必要ですね、はい。JM 加古川サイド、西岡サイド、セコンドからは肩を振ってリズムを作れ、一発は狙うなと、そういう指示が出ています。まあ、ムグルマさんはバルセロナオリンピックでセコンドの経験終わりなんですが、はい、ムグルマさんがこの西岡のセコンド、どういう指示を出しますか。あのやっぱりもう少しあの動いてほしいですね。あのリーチの差があるんですから、相手も今の状態では一発一発狙ってきてるんで、かわして打ちたいですね。かわして、はい、左です。そうです、そうです。西岡はこのどんな距離でも強いパンチを打てます。ショート、ロング、ミドル、どんな距離でも相手を倒すパンチを打てます。んと西岡の右ですか。いいですね。左のアッパー、右です。体を沈めながら打ってきました西岡です。牽制しておいて腕を前に出して相手を入れ前、そんな動きを見せます。岡本であります。右から左、さっと後ろに岡本が下がりました。最後リズムを作っていくね、自分のテンポや。見たらダメ、見すぎたらダメ。右から左、岡本の右です。さあリード、先先距離ができます。左、これは大きい。右です。両者とも一発で相手を仕留めるパンチを持ち合わせています。ですからパンチがここに来てちょっと大振りになっています。左、西岡空を切っています。右に左にステップ振ってほしいですね、はい、やっぱりあの岡本選手は右が狙いの決めパンチだと思うんで、そのパンチをできるだけもらえないような形で右左のステップ欲しいですね、体を振ります。そういいですね、はい、先ほどお伝えしたようにそんな指示がセコンドから出ています。まだ西岡かなり冷静のようですね。そうですね、体を振ります。リズムを取ります。こんだけの距離だったら相手あのパンチ当たりませんから。そして中に入ってと、そうですね、いうことになりましょう。さっきさっきという、はいはい、左です。そっと左に伸びました。そして右です。離れ際、リズム的にはいいと思いますね、はい、あの先先動いて打つ、動いて打つというリズムで、ワンツーです。左から右です。左引いたか。西岡のいいパンチが岡本の顔面を捉えました。第6ラウンドが終わっています。今日が2度目の防衛戦、日本バンタム級のチャンピオン西岡俊明、第6ラウンドゴング間際でした。いいパンチが決まりました西岡です。そうですね、あのスピードについていけてなかったですね、あの今の後半、はい、本来の西岡の持ち味スピードで す, そ, うです、ね、そしてこの西岡を小学校5年生からずっと家で教えてまいりましたお父さんの清さんです。
第7ラウンドが始まっています。第6ラウンド終盤あたりからかなり意識的に西岡が上体を振ります。そうですね、あるいはステップを踏みます。いいですね、この、はい、このリズムいいですね、左です。そしてパンチも当たるようになってきました。そうですね、あの相手に的を絞らせてませんから、はい、相手打つとこないですから、これが詰まりました。スピードにちょっとついてこれてない部分もありますね。右左ではガードしています西岡です。右を伸ばします。ボディを狙ってきました西岡。ボディの連打です。3発目はちょっと当たりが浅かった。足を使います、体を振ります西岡。強弱を混ぜながらいいですね、パンチの、はい、右から左です。お互いの強打がよく分かっています。ですから距離の取り合いです。ダブルよ。でもこの距離はもう西岡の距離ですからね。はい、はい、左です。西岡左パンチが出てませんからね、岡本君パンチ打てない状態ですから、気をつけて左からの右の返し、西岡狙っています。そっから行く、ミナッパーです。いいですね、あの今のリズムを休憩休む部分でですね、あの動き続けるとダメですから、はい、ある程度この休む部分を自分で考えてのクリンチというのもいいですね。左です。ずしっずしっと重い音がします。西岡のパンチ、ミナッパーです。右は空振り、左も空振り、岡本、おっと右、完全に距離を取らないと危ないですね。そうですね、岡本のパンチがうなりを上げましたが当たりませんでした。第7ラウンド終わっています。西岡のパンチがうなりを上げますと過去の試合この応援団から大歓声沸き起こるわけなんですが、今日は今一つハードヒットありません西岡です。しかし後半から着実に自分のペースで試合をしています西岡俊明です。2年前の8月に10ラウンド戦ったのを最後に長いラウンドは西岡は戦っていません。4月の中里戦が8ラウンドでした。ファンというのはやっぱり西岡君が自分のリズムになってくると今度は倒してほしくなってくるんでしょうね、今やっと終盤以降自分のリズムでボクシングができ できてきた。だからこれファンというものはこれで今度は倒してほしいというような気持ちになってくるんで、やっぱり大変ですねボクシングは。そうですね、後押しということになりましょう。先ほどちょっと申し上げましたが、西岡はあまり長いラウンドはここ数試合戦っていない。岡本は2月操作と10ラウンド、あっと右、6月にマーカとも10ラウンド戦っています。右から左入っていこうという岡本であります。右です、後ろに引きます西岡、左です。倒します西岡、そしてボディーです。3
3ラウンド、序盤3ラウンドあたりから自分の距離が分かるようになってきた、そんなボクシングを西岡は見せています。左です、右です、西岡右。岡本はパンチが空を切る、そんな場面が多くなってまいりました。おっと、そして俺の顎を打ってみろ、打ち砕いてみろ、そんなジェスチャーを見せました西岡です。動きます、見えてるみたいですね、西岡君はパンチが見える、そんだけ余裕があるんですね今のは。はい、右です、ド派手な演出、入場シーンになりました。それに見合うだけのボクシングをしなくちゃいけません、西岡はそう話しています。そうですね、ある部分自分にプレッシャーを与えてるんでしょうね。右を伸ばします西岡です。右のアッパーです、体を入れて右のアッパーです。西岡左は空振り、あ、右のアッパー、岡本中途半端な距離は危険です。岡本効いてるぞ、岡本効いてる、効いてる、すぐ行け、右、西岡右を当てます、左、ゴングと同時に岡本の右が当たりました。第8ラウンド終わっています。ここまで試合を優勢に進めています日本バンタム級のチャンピオン西岡俊明。こんな風にお父さんの姿これは何かかぶって応援と、お父さんにも余裕が出てきたようであります。先ほど第8ラウンドゴングの後に岡本がパンチを出したということで岡本1点減点であります。さあ残りは90、2ラウンドということになりました。ムグルマさん、はい、ここまでこの西岡の方がどうでしょう、3ポイント4ポイントぐらいリードしてるんですかね。リードしてるように思いますね、はい、そうしますとこの90で、そうですね、仕上げに入らないといけないんですけど、はい、やっぱり岡本君パンチあるだけにですね、もう一つ踏み込みができてないのかなと。頭が低いとレフリーの上中さんから注意が与えられました。左を伸ばします西岡、どうしても距離を詰めるために岡本君は頭から頭を下げて入ってしまうんですね、その分今の注意だと思うんですけど、はい、まあ、そして西岡はそこを狙ってアッパーを出します。そうですね、はい、出し欲しいですね、ちょっともう少し起こしながら相手を起こして得意のパンチを打ち込むと。岡本の右です、まあ、そのアッパーも序盤は見られていたんですが ね、 そうですね、どうしてもアッパーというのは距離が近づかないと打てないパンチですから、その距離というのを自分が嫌っているのかわからないんですけど、はい、第9ラウンドも半分が過ぎました。ちょっと今なかなか西岡君の攻撃の糸口がないというか、いうその今見ているような状態ですね。まあ、こうして見てますともう残り2ラウンドということなんですが、西岡にあまりチャンピオンには焦りを感じられませんね。ですね、でもやっぱりファンはまだもう一つ次のことを考えてるんで、いい勝ち方というのを望んでると思いますね、ある部分全くアウトボクシングというか翻弄してしまってるんでですね、ワンサイド的な部分もあるんですけど、はい、右を打ってきました岡本です。この鼻際に何回かパンチをもらっています。そうです、これはスッと分かれました。第9ラウンド残り30、西岡がいなします、左右のコンビネーション、西岡左を伸ばします、ボディ、左、西岡、第9ラウンド残りほとんど時間がありません。右はアームガードしています西岡、岡本も猛追します、追っていきます、ここでゴングであります。第9ラウンド終わっています。
日本バンタム級のタイトルマッチ、チャンピオン西岡俊明とチャレンジャー岡本泰司の一戦になります。勝負は10ラウンドということになりました。残りは1ラウンド。こちらはチャレンジャー岡本であります。チャンピオンの西岡、さあいよいよ世界に向けて西岡前哨戦ラストラウンドとなりました。まあ、ムグレマさん、はい、チャレンジャーの岡本からしますと逆転のナックアウトということになるでしょうね。そうですね、どうしても大振りに今なってるんですけど、最終ラウンド大きいパンチを打ってくると思いますね。それを西岡君どのようにかわして自分のパンチを入れるのかということになると思いますね。はい、特に岡本は KO 率が 84%、一発のパンチ持ってますからね、はい、西岡も一発で相手を沈めるパンチを持っています。ですから、あるいは関係者の間では早いラウンドに試合は終わるんじゃないかと思われていたんですが、10ラウンドまで試合は来ました。日本バンタム級のタイトルマッチであります。右を当てます、あっと膝がちょっと落ちました。岡本残り2分、大きなパンチ、西岡はよく見ています。ボディーです、左西岡ボディーを狙います。西岡、そして今度は右のジャブ、岡本の右のアッパー、右左です。西岡左、岡本が足を止めた、右を打ちます。岡本がじりじりと西岡を追います。ロープに詰まると西岡がいなします。右を出します。西岡右から左、左は空振りです。岡本左です、ボディを狙います。西岡右です。西岡右は空振り。西岡あっと、ほとんど相打ちでした。右のアッパー、残り1分を切っています。日本バンタム級のタイトルマッチ、岡本チャレンジャーが追います。右のアッパーです。不用意な距離は危険です。西岡足を使います。西岡動きます、がっちりとクリンチに行きました。西岡残り30秒です。体を振ります、体を振って足を使ってこの試合リズムを作りました。西岡俊明左です。西岡の左、日本バンタム級のタイトルマッチ、チャンピオン西岡俊明の2度目の防衛戦、何よりも世界前哨戦と銘打たれた試合であります。ほとんど残り時間がなくなりました。ここでゴングであります。チャンピオン西岡、チャレンジャー岡本、10ラウンドを戦い抜きました。日本バンタム級のタイトルマッチは勝負は判定ということになりました。勝者赤コーナー西岡、チャンピオン西岡俊明防衛であります。日本バンタム級のタイトル2度目の防衛に成功しました西岡俊明であります。ムグルマさん、はい、この試合振り返っていかがでしたでしょうか。考えたボクシングをやったんじゃないですかね。やっぱり相手がパンチあるだけに、そのパンチをまともにもらわないようなボクシングをやりたいということなんで、やっぱりその相手のどういう形出方によってボクシングを変えていくのかというのが考えられた試合だったと思いますね。だから、中盤以降足がうまく動き出したと、ある程度相手のパンチ距離 見切りがついたから、自分で動けるようになったんじゃないかなと思います。まあ、そしてこの頭を使ったボクシングができたということで、また世界に向かって前進と考えてよろしいですね。いいですね、はい、相手に向かったパンチがあるのかないのか、スピードがあるのかいう相手によってやっぱりボクシングも変えていかないといけないですから、日本バンタム級のチャンピオン西岡俊明が2度目の防衛に成功しました。また世界に